警視庁、東京税関、大阪税関、香港警察がタッグを組み、大量の覚醒剤密輸事件が摘発されました。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、自称会社役員李育強容疑者ら、いずれも香港在住の中国人3人です。李容疑者らは今月12日午前、カナダバンクーバー空港から送られた覚醒剤 23.62kg、 末端価格でおよそ14億1000万円、78万回の使用分を受け取った疑いが持たれています。覚醒剤はサンプルとして空輸された園芸用の石柱の中に隠されていました。警視庁が今年6月初旬、香港警察から情報を受けて、東京税関と共同で捜査を進めたところ、関西空港経由の可能性が高まり、大阪税関とも共同して今回の被疑者らを逮捕しました。この事件は香港警察でも今日発表されたということです。